疲れ様です。今日は、はい、前半結構いい走りをしていたような、はい、そうですね、まあ、あれが本来の自分の走りだと僕は思ってます、はい。ちょっと優勝争いには食い込めなかった。そうですね、まあ、ちょっと離されたかな。最終限定そうでもなかったんですけど、でもまあちょっとこう、2ラップ目も1ラップ目も第5セクションで僕2回5点取ってるんで、それはちょっと自分の本当に単なるミスっていう感じで5点を取ってしまったので、うん、はい、すごくそこがなければもっといい位置にいけたと思ってます。今年1年は、はい、どんなというか、はい、どんな1年だったでしょう。1年振り返ると非常に結果の良くないレースが続いた感じです。調子自体はそんなに悪くはなかったんですけど、結果がとにかく悪いっていうのが僕の中であって、まあ今日みたいな走りがほとんどできてなかったかなっていう感じはしてます。はい、こんなに悪い結果の年は久々です。課題を煮詰めて来年、はい、リベンジということで。そうですね、ちょっとオフの間にいろいろとやるべきことをやって、はい、じゃあ来年また、はい、復活の野崎文孝をお待ちしてます。チャンピオンを目指して頑張ります。ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。